同作は、講談社、モーニングで連載中の同名漫画、原作、小鹿譲る、漫画、大月肝心、お実写化、記憶障害の脳外科医、内内雅、杉崎が患者を全力で救い、自身も再生していく医療ヒューマンドラマ。雅は、事故の後遺症で過去2年間の記憶を失い、今日、今日のことも明日、明日には忘れてしまう。毎日日記を綴り、朝に読み返す日々。 丘陵セントラル病院で看護助手として働いていたが、アメリカ帰りの医師、三平友春、若葉達也が赴任してきたことから、再び脳外科医としての道を歩み始めた。前回の第10話までに、記憶障害の原因は、脳の中のノーマンズランド、医学的に人がメスを入れてはならない領域にあり、手術を成功させるには、ノーマンズランドにある0.5ミリ以下の血管を2分で縫うことが必要だと判明。 三平は諦めず、綾野、岡山あまね、清前、千葉雄大、そして大迫、由良新も知恵を絞り、最終回では、倒れた宮やに再発が認められ、このまま症状が進めば意識障害が出る可能性も高く、脳梗塞が完成して命に関わるのも時間の問題という切迫した状況となった。すでに数時間しか記憶が持たなくなっている宮やに対し、 三平は一緒にいませんかと優しく寄り添い、同棲生活に。宮尾が大好きな焼肉丼を作って食卓を囲むなど、つかの間の時間となった。ソファで寝てしまった三平の横で、宮尾は涙を流しながら日記を綴った。二人が出会った南アフリカの秘話も明らかになった。そして、意識がなくなった宮尾を救うため、チーム一丸で手術へ。 綾野は、バイパスを入れないと届かないでしょう。大迫は、両側から一緒に縫えばいい。僕が一緒に縫うよ。院長の東堂、安井淳平は、もし失敗したら全責任は俺が取る。左手の練習をしてきた星前、看護師長の津端、吉瀬道子、麻酔科医の成ります、野ろかよ、らも手術室へ。視聴者も息を呑む、7分57秒、となった。 そして最後、雅が目を覚ました。三平、わかりますか雅、わかります。その二言だけで、すっとエンディングを迎えた。視聴者は X などで、なんて美しいエンディングだ、こんな夜中にアンメットロス。泣けるー、明日仕事なのに寝れない、明日は目晴れて仕事行くことになりそうです。など続々と感想が寄せられ、続編の期待も高まっている。